味方いけうれぇ何回お前チャレンジしてくんの腹立つなニュートラルがないのにアシスト、あ、そうニュートラルがないだから本当にマウスにエイムアシストがついてるから本来必要のない部分だそのニュートラルを補正する部分のはずなのに補正必要ないのにアシストがつくから強いって言われてるんだよねコンバーターはそういうことだねニュートラルがあるからアシストっていうものがないと戦えないはずなのにニュートラルがないものにアシストつけたらおかしいに決まってんじゃんっていうどういう感情でやってんだろうねマジでズーキー様100ビッツありがとうございますニュージージーやり間違えた解説ありがとうございますこちらこそね聞いていただいてありがとうございますそうだからこんな状況になっちゃってるんですよまあ確かにそのなんだろうトラッキングねそうトラッキングっていうものはやっぱりこの等速で動かせるコントローラーのが強いっていう話では実際あるんそれはマジで本当別に俺は文句言うなって言ってんじゃなくってそれは事実そう強いってのは本当にあるそう同じ速度でずっと動かし続けるっていうのはやっぱ回すにはすごく難しいことなんでけどみんながブチ切れてるシーンっていうのは大体チートなんだよなそう大体チートなの追いすぎーってリリアより落ちちゃってるみたいな感じなんだよね全部そう、それで、めちゃめちゃ、そういうね、感じになっちゃってるんだけど、まあ、結局ね、今みたいな、ギューンっていうチーターいるじゃん。あいつみたいなやつが多いから、今みたいに、めちゃめちゃ喧嘩になっちゃってるんだよな。まあ、だから俺は言うの。相手に直接言うのはやめた方がいいよって。そう、もし、違かった場合、すごいとなっちゃうんで。そう。いや、でも今のパス、面白いな。今のパス、いいな。質問です。オートエイムにリコイルの反動はなくなりますか？俺が見てる限りだと、なんか、なんだろうな。勝手に操縦されてたな。サーバーは多分大丈夫。なんでかっていうと、今俺がめちゃめちゃ長く解説したんで、多分次の試合あいつ行ってると、来ちゃったー！ダメだった。ごめんなさい。いたさっきのやついるさっきっぽいのやついる違うのかないや同じだよなあれ多分ダメだっためっちゃ理解できたありがとうございますそうでもそう俺あくまでもなんだっけなんか来てるやだどうしよっかな考えろ俺ここかななんだっけそう文句言うなとは言わないマジで文句言うなとは一切言わないねだけど相手に直接言うのだけやめようなっていう話はみんな覚えておいてほしいねそう結局もったいねえよ時間がマジで結局公式が言ってるわけだしいやーまた会っちゃったよ絶対そっちの方が楽しいしなそう強すぎだろとは言っていいけどそれを相手に直接伝えちゃうのはマジでもったいないと思うよそう強いのはもう事実強いけどそれを相手に言った時にちょっとね考えてほしいよな相手の気持ちをこれ運命ですね出会っちゃいましたまた来ちゃったよもうやだあいつも見てた最悪なんだけど俺の解説見てるからあいつ一緒のとこ来たってこと嫌すぎやろいやふざけてんなマジでだからあいつあ開いてるぞおいおいおい勘弁してくれよおめえとはもう会わないってありがとうよお前と会わないって決めてたのにでも俺結構見られてるからな可愛いじゃん俺結構解説見られてんだよね実はあいつらにそうなんか勉強になるらしいぞほうほうそうすればバレにくいのかみたいないや上手くなっちゃうでもね俺ね思うの隠してくれるんだったらまだあ多分ね俺ねなんとなく分かっちゃうの俺って隠してもだから本当に隠しきったら何が起こるか多分強い人間になっちゃうと思うあいつらは
だから俺隠しきってほしい。そしたら多分ただの強い人間が出来上がるから。あっちに敵がいるよ。だったら勝てる。どこだこれ。ん、ちょっとオートエイム 1% になってみるか。でも 1% だったら弱い。ギアパッケージ。ああ敵を発見。ここから離れたとこにいる。敵のシールド終わった。頑張れ殺せ。あっちめ。俺のこと言ってる？見てみようかな。お、解説してくれてるじゃん。いいねーって。俺のこと解説してんじゃんって。このエルスターシュンシュンってやつ見る目あるな。そうなんだよねー。そう。文句が出ない人間だって俺なんかひどいじゃん。味方ーんって言ってるからね。けど、あくまでもやっぱ相手に伝えないってことに意味がある。そう、隠しちまったら俺は勝てねえんだよ。結局ちょっと隠しきれてないから俺がえって言うし、今のピークに当てんのみたいなね。嘘でしょみたいな感じになるんだよな結局。ふんふん、じゃあ俺こうやって設定してみようかな。ちょっとこれやってみようかな。怖え。もっと隠せもっと隠せ。どんなに隠そうが俺はなんとなくで俺通報しまうからよ。もっともっと隠せ。どん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 隠してけ。俺は止まらねえぞ。材料よ、見て。一切損ねえからな、マジで。損害ゼロ。まぁ、ちょっと俺の時間が持ってかれるぐらいだけど、俺はエイペックスをきれいにするためには、必要なもう犠牲じゃないけど、思ってるからな。バリバリやってくぜ。ふかすんげ。材料を手に入れた。いいんだね。学んでいきましょう。今クラフト中なんだ。待ってて。確かにそんだけ努力してたら、あいつだからそういうのはね、なんか結構努力しがちな気がするんだよね。なんか逆に。そう、なんかこういうものに、だからその努力する方向性間違えてるだろうみたいなやついるやん、ベクトル。クラフト中よ。吹っ切れてくれたら動画にするから。ここで動きが浅かった。気をつけて。敵のシールド終わったぞ。ああ、弾入ってない。そう。白シールド舐めてんな。いいのか、俺たち戦ったらおめえ舞台の量やべえぞ。他の奴らが来た。いやー、俺かよ、撃ってくんの先に。進化シールド言ったそばから来ちゃったよ。プロテクターが必要そうだな。いやマジ、イエさん任せください。俺ほどエイペックスをやってる、俺ほどもうところ構わずえって言ったらもうとりあえず確認してもらう人いないっすよ。有料物件運営さん、俺なんてどうですか。いいんすよ、エイペックスやっちゃいましょう。学ばせといた方がいいよ、俺になれるよ。第二のエルスター新鮮出来上がるよマジで。やりたいと思わせて、大丈夫、失敗から学ぶこともある。そう、隠して負ける。さっきの6ターンぐらいな、隠してなかったらもう無理なんだよな、強すぎる。ちょっとあれは強すぎんだよな。そう、味方がもうだから金ノック蘇生とかでめちゃめちゃ通らない限りはきついよな。じいじいつ、てかずっとマギーがドリル打ってくるのは許せねえな。なめてね。やっぱね、そうなんだよ、隠し通すのは難しいね。俺がちょっとレクチャーしてあげようかな、人間にしか見えない最強方法。俺多分ね、教えられるよう人間しか見えない方法。
ちょっと強い人だけでいいんだったら俺全然教えるわ。俺が守ってやる。いや、いた、あのあれでしょ、ストポのさ、上にいる時にさ、ドリルなんか100本ぐらい打ってきたやつね、体感。あそこにジップレール使えそうね。リングはかなり遠いぞ、あと1分しかない。出発。こんな天才の子、あーいいね。いや、あのなんだ、なんか飛んでってる。あのパス、マジいいやつだったな。隠し切るのって本当に難しいよ。努力が強いとなりたいで、練習するしかねえ。俺みたいに研究するんすよ。もう俺あいつらの情報も結構持ってるからよ。てかあいつらたまに DM してくんだよな、やめてくれ。それでちょっと詳しくなっちまうの嫌なんだけど。知りたくもね、知識をどん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 俺の頭の中によ蓄積させやがって、すげえ詳しくなっちまったじゃねえか。うん、こいつを消してくださいって言われるんだけど、俺別に番権限持ってねえからって。番権限持っとらんのよ。消してください言われても困りますわ。しかもあのチーターに言われるっていうね。そう、チーター同士の争いに巻き込まれるっていうね。意味わからんわ。このチーターマジで腹立つんで消してください。誰だよこいつって調べんの。販売設定、これだったら絶対にバンされません、何々のチートを詳しく解説みたいな。迷惑すぎる。やめろ。そう、チーター同士の争いに巻き込まれるんだよねたまに。うん、おめえも販売業者じゃねえかよっつって。そう、チーター同士の争いに俺巻き込まれるんだよね。お、ナイスリング。結構あるよ俺そういうの。おめえもかよって。いや、この銃をねちゃんと見てくれてんだよね。優しい。ピンも刺してくれるしね。そう、これマジでいい。なんか久しぶりに見た、こんなにいい人たち。まったりやりたいな。久々に、久しく見てなかった、こんなにいい人たちや。俺はいぶしてあげる。あっちに行った方がいい。うん、どうすげえ。けエムロックないかな。ネメをちょっと弾がな、消えるんだよな。登録、登録ありがとうございます。エネルギーがマジで足りなくなる。 R99 を発見。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。あバレルもな、バースト系ター欲しいんだよな結構。いいじゃん。ナイスプロテクターが守るぜ。進化シールドリチャージ中だ。あ、ナイス。モバイルプロテクターを移動させる。もしこっちへ散歩だ。上取っとこうかな、怖いし。シールドセルを発見。やば。ネメを当てやす。標的をダウンさせた。あと30秒でリングが閉じちゃうよ。距離は近いけどね。マジでネメシス弾速速いな。これより速かったんだもんね昔は。やばいだろ。これでも相当よ。礼はいらないさ。これ登れねえか。リングまであと少し。残り10秒。作戦変更。あっちに行くってのはどう？ああ、まあ入居だし、そこの岩とかで待機でもいいんかね。うん、まあその気がするわ。リングが動いている。安全な場所へ移動するぞ。攻撃されてる。
敵を倒せ。いぶしてあげる。どうする？いぶした。攻撃を受けてる。いくぞ、頑張れ。どれ。頑張れ。大丈夫。大丈夫。味方、いけ、うれー、チューン。なんだ、なんかいる。招かれざる客のお出ましだ。回復中。うううう、くそ、く、別班しかいねえ。なんで生きてんだ。ヘムロック重い、わかる。どうするこれ。進化シールドをリチャージ中だ。新しいキルリーダー、倒す選手がもう一人。うわー、いや、アビリティがあと9で溜まるわ。ちょっと待って。ここを監視する。進化シールドをリチャージ中だ。脱出する。動けない。スモーク何回お前チャレンジしてくんの。腹立つな。おい、次はワンマガしてやる。ウィングマンやろうがよ、かかってこい。グレネードだ、気をつけて。シールドをリチャージ中。うちのことなら気にしないで。いや、待て、運ゲーショットチャレンジしてんだけど、右のやつマジでうぜ。いや、でもウルトさえ溜まればマジで。あれ、俺あと5%。いや、これ壊されちゃうから、もうちょいこっち側にやればよかった。ミスった。ちょっと前出しちゃったな。アルティメットが使えるよ。時間遅れ。アルティメットの準備ができてない。だから2分だから、この後多分溜まる。リロード中。ウルト、もうちょいこっち側にやればよかったな。ミスった。あ、でも大丈夫だ。移動するから結局大丈夫だな。グレネードだ。こっちに向かって。シールドをリチャージしてる。ちょっとシールドを強化してあげたのは誰でしょう。残り1分。こっちでアイテムが違う。いました。これを狙ってきてるぞ。マジか。リピーターでそんな。シールドがいる。残り45秒。助かる。リンクは遠くだ。進化シールドをリチャージ。あっちに行こう。キャンセルだ。すまん。作戦変更。あっちに行くってのはどう？いや、あの上取れたら激アツするすぎるけど、もうじゃない。もっと山出したわ。無理だよね。イブスター。攻撃を受けてる。大丈夫か、落ち着け。グレネードだ。こっちへ行こう。ね、そこかな。回復してる。そこで俺がウルト溜まるからかな。片方を塞いで動き出した。俺たちはまだ外だ。スモーク注意。ナイス。こっちに移動しましょう。あの部隊は全滅だ。上出来よ。シールドを
ールドをリチャージする。見張ってる。進化シールドをリチャージ中だ。ここに敵。こっちに向かって。進化シールドをリチャージ中だ。シールド強化 OK。 あさりてえな。最終ラウンド、リングのカウントダウンが始動。移動する。見つかった。リングが閉じるまで残り45秒だよ。長かさに。うますんぎ。助かる。発砲中。残り30秒。気をつけて。グレネードだ。グレネードだ。こっちに敵だ。狙われてる。すまん。残り10秒。すごい。残すわ。リングはすぐそこよ。敵がここにいる。招かれざる客のお出ましだ。攻撃されてる。スモークを使う。もう一回。いや、きついなぁ。どっちだ。ここへ行きましょう。そうね、そっちで右側で。シールドがいる。進化シールドをリチャージ中だ。やべ、クソ。いやーこっちに、いやーこっちにヘイト来ちゃうか。いやー惜しい。レブナントこっち来るか、右。いや、いやでも死ぬ。おお、あ、さっきのパーティーだ。さっきのやつだ、さっきのやつだ。おお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 。え、待って、こいつのチャンジライフル人に反動がある。なるほど、左チーターだったからあんなにあれか痛かったのか。なるほど、チャンピオン部隊だ。でも見たわ、みんな。ちょっと見ていい？見て、あのねこれだけ見させて、あのさ、2秒だけ見て。いくよ、リプレイ撮るね。今さ、これクソ面白いのあったよ。あの、俺のことは撃ってきたチャージライフルいたと思うんだけど、ね、なるほどね、クソ痛えと思ったらそういうことか。こいつのチャージライフル下に反動がある、リコイルが。あの、モザンビーク、昔の。昔じゃねえ、あの、エイプリルフールの。見た？いいよ？この後ね。スロー。ウィーン、ドーン！やべえ、ほら！下に反動がある、こいつ！やばすぎる。こいつのチャージライフル、下反動武器だ。クレーバーの下向き反動と全く同じだ、こいつ。おもろ。まあいいだろう、今日はちょっとこの辺で俺にしとくか。なんでこんなチーター多いんだろう、でも今日。なんでだ？日曜日だからかな。今日日曜だもんね。そういうことなのかな。もういっか。じゃあとりあえず今日は、エーペックスはここで終わって、いけまですけど、ハンドがグーンって下にモダンバラ、そう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 、マジでそれなんだけど、下ハンド向きだったな。じゃあ、エイペックス終わってアークやります。お疲れ様でした。おやすみ。